応援ありがとうございました。今日はスタジアムに、サンガスタジアム最高の1万8500人のお客さんが来てもらったというふうに聞いています。本当にありがとうございます。今、京都の街を歩いていると外国のたくさんのお客さんが見え、やはり京都はみんなのお呼び寄せる素晴らしい魅力がある街だなと、僕は生まれたんであまり気づかなかったですけど、最近よく感じることがあります。そしてその中で我々はサッカーというスポーツを通じて皆さんにどれだけ感動を与えられるか、また喜んでもらえるか、それを考えれば考えるほど難しいなと思うことが今年は多かったです。このサンガスタジアムで17回リーグ戦で戦いましたけど、8試合勝利し9回敗れ、引き分けが一度もない。本当にアウェーの試合も含めてもっと上に行けたんじゃないか、もっとやれたんじゃないか、そういう悔しさが僕の胸の中に非常に思い占めてます。今週 J1 という切符を取って1週間練習を続けました。ともすれば残留を決めた後手を抜いたり次のことを考えたりすることが多いですけども、ここにいる選手たちは今まで以上に差が並んでポジションを争い、そして今日出た選手がハツラツとプレーしてもらい初めてマリノスさんに勝てたこの日を僕は忘れません。今日勝つには3対1しかないということを試合前に選手たちが話したんですけど、案の定空のシュートが取り消され木下が簡単にシュートを外したあれは全て僕の指示通りのことを選手がやったんじゃないと思って反省してます。すみませんでした。サンガはまだまだ強くならないといけない、そしてタイトルに近づけるようなそういうサッカーをして皆さんが本当に喜んでもらえるように、毎回これくらいのお客さんが来てもらえるように頑張らなきゃいけない、その思いが強くなりました。本当に1年間ありがとうございました。ご協力ありがとうございます。飛び跳ねろ、みんなで踊りましょう。